はい、皆さんこんばんは。ガチガチ専門本話家の下川です。今日はですね、工事2日目でございます。2日目終わりまして、現在夜の11時頃ですに、こうやって見に来たわけです。で、さっきまでですね、実は、嫁とですね、お酒を飲んでたんです。家でね、家で飲んでたんですよ。で、私すっかり忘れてましてね、ここに撮影しに来るっていうことを忘れてまして、で、飲んでる時に妻にですね、行くんちゃうかったって言われたんですよ。で、ね、もう酔いもだいぶ回ってきてて気持ちよくなってるじゃないですか、お風呂も上がって。で、なんとか来たんですけど、まあ明日もね、私は、休みいただいてるんで、子供をまず2人寝かしましてですね、やっと寝たかというところで、その嫁とですよ、嫁はんと、お酒を飲んでたんです。で、まあ私ね、お酒そんな強くないんで、その 3% の缶チューハイあるじゃないですか、3% のまあジュースみたいなやつね、あれで私十分酔えるんですよ。あれでね、すごく今気持ちがものすごく良くなってる状態なんですけど、こう言われてですね、ハッとなって、一瞬ね、もうやめようかなと思ったんですけど、もういいやと、明日でええやんと思ったんですけど、やっぱこれはね、昨日の動画でも約束しましたからね、なんとかこの、実は下パジャマなんですけど、パジャマの上にですね、服を着てですね、着込んでですね、歩いてきました。歩いて5分のとこなんでね、なんとかこの寒い中来ました。で、まあ全然関係ない話が続くんですけど、こうやってね、決断を迫られる時ってあるじゃないですか。まあ今回の決断っていうのも、まあ小さいことなんですけど、これの繰り返しじゃないですか、人生って。まあ人生って大げさかもしれないですけど、例えばサロン経営にしてもですよ、こういう小さなね、あ、忘れてたっていうのがあって、あ、やろうかな、やめとこう、もうええやっていうね時と、いや、やろうっつってもう一回こう心、気持ちをバーンとリセットして、スイッチ切り替えてやるっていうね、この決断の繰り返しがあるじゃないですか。だからこの繰り返しでやると気持ちをクッと切り替えてやるっていう選択を選んでですね、進んでいったら結果違いますよね。その小さな積み重ねが変わっていくじゃないですか。こう決断があって、もうええやっていうのと、やるとまた行くと言ったら、また同じような決断があると、もうええわ、いや、やっぱりやろうと、この枝分かれがあってですね、それの繰り返しでこう変わってくるわけです。大きく見たら人生が変わるということです。で、サロン経営で言うたら、サロン経営の方向性が変わってくるっていうことですよね。はい、今回に関してはね、本当に小さな決断ですけど、それの繰り返しが、結果として大きく変わってくるよっていう話です。はい、そんなことですよ。で、来ました、やっと。はい、でですよ、じゃあ紹介しましょう。まあ、昨日の時点もですね、もうだいぶ骨組みが出来上がってて、レイアウトが分かってたわけです。で、それに今日一日でですね、壁がついて、ますますそのレイアウトがはっきりくっきり分かってきたっていうことですよね。で、ここが入り口なんで、もう一回ここから入り口から行きましょうか。入り口からまっすぐ見るとこうなります。で、カーテンの向こうはね、こっちはあれです、今まで通りの施術ルームです。これは邪魔なもんをね、今こうやって片付けてますけど、またこれはね、完全に工事が終わったら、お片付けしてですね、綺麗に掃除してやるということです。こっちはいじってないです。で、いじってる方、こっち入って、まず左側、お客様の待ち合いですよね。ここちょっと広くなったんです。ここに、まあ、ソファーを置いてですよ。はい。内装工事中とね、これを置いとかないと、うわ、工事してると、全然知らない人が見るとですね、いや、本和華堂さん潰れはったっていうね、誤解を招くかもしれませんよね。ですね、これをしっかりと置いてます。潰れてませんよっていうことですよね。改装してるだけですよっていうことです。はい。で、ここにソファーを置いて、で、まあ、お水も、お水のサーバーもここに置いて、で、この辺はね、
前回もありました妻の手作りのですね、ハンドメイドの雑貨をですね並べて、まあ、あのお小遣い稼ぎ程度ですよね。でも結構ね、あの女性の方は小物雑貨好きなんでちょくちょく出ます。皆さん可愛い言って買ってくれます。はい、皆さんもよかったらぜひ見てください。でここはカウンターでね、ここで生産とかいろいろするわけです。はい、こんな感じで今回は L 字ですね。だからこう入ってきた時にですね、ズドーンとまっすぐ開けてますんでちょっと広く感じますよね。ズドーンとね。この奥はトイレでこっちもいじってないです。こっちもトイレはそのままですね。で次こっち、はいはい、ピントがありました。こっちがはい足つぼです。はい、皆さん YouTube 見たら足つぼ着てくださいよ。あのがっつり押します。まあがっつり押さなくてもですね、そんな無茶な痛いことしないんでね、とにかくしっかり押してほしいという方いつでも来てください。あなたに合わせてあのちょうどいい加減でやります。痛いけど気持ちいいぐらいがちょうどいいんでね、そのぐらいでやりますよ。痛いのを我慢しろっていうね、あの足つぼマッサージじゃないですからね。はい、これがカウンターです。カウンターでね、ここでこうやって私がこうやってるわけです。座って暇な時はここに座ってね、ここに iPad を広げてタカタカタカとブログを書こうかなと。はい、なんかおしゃれでしょ。そんな感じなんです。はい、そんなことを夢見ながら iPad を最近先月買ったわけです。でこっち入ってきたら、まあこっちもそのままですね。このままこのままと。これ実は、前回のカウンターです。カウンターをね3分の1ちょん切ってこれを収納として使ってます。ズゴンって入れてます。でこっちもこのままと。はい、こっちもこのままっていうことで、この奥、私のプライベートルーム、いやプライベートルームじゃないですね、仕事するんです。仕事をする部屋ですね。いいですねここね。ここ声も響くし、 YouTube ここで撮ろうかな。これありですよね。ここでこれ電気つけてどうやろう。おう、いいですね。そっちに私が立ってね、こうやるわけです。こうやってちょっと角度変えますよ。こう、まあ本当はもっと上にやるんですけど、こう立ってここにホワイトボードをやってやるのもありですよね。はあ、いいな。ここ声響いてますね。そんな大きな声で出してないんですけど、ここいいな。わかりました。そんな感じです。あ、これはいい収穫だ。オッケーオッケー、よし、ちょっと考えてみます。そんな感じですね。はいはい、電気消してと。でね、これで明日はクロス屋さんが入る予定なんです。はい、明日はクロス屋さんが入って壁をきれいにしてもらえると。壁と床とね、きれいにするっていうことですね。そんな感じです。楽しみです。だから明日やって、明日でほぼ完成するっていうことですね。で明後日で片付けて仕上げということですね。はい、そんな感じです。非常に楽しみですね。でこういう改装もですね、いいと思わないですか。まあね、無駄遣いやっていう考えもあると思うんですよ。前回のままでもやろうと思えばできました。けどですね、こうサロン経営してるといろいろ試行錯誤して、その時代時代に合わせて動いてやるわけです。こう軌道修正しながらね。で今回はですね、 YouTube を始めて、動画を投稿するようになって、ブログも始めるようになって、パソコン作業が増えたと。でもうちょっとしっかりした事務所が欲しいっていうのと、足つぼのお客さんがね YouTube 効果で増えたっていうことで、足つぼのね環境を良くしたいっていうことですよね。まあ、これはね、なんか大事なことだと思います。うん、その状況に合わせてね、無駄遣いではないと思ってます。これでますます本若堂を発展していくでしょう。そう信じてやっていきたいと思います。はい、さて今日はねこんな感じですぐ帰りたいと思います。はい、明日また3日目必ず撮りますからね。どんだけ酔っ払ってても3日目絶対撮りますから、またよかったら皆さん見てください。